マモス・マンスドルフは、イスラエルテルアビブ出身の元男子、プロテニス選手。1980年代後半から1990年代前半にかけて活動し、ATP ツアー通算、6勝やシングルス事故、最高ランキング18位など、多数の当地男子最高記録を樹立した、名選手である。彼は、男子ツアー大会のシングルスで16度の決勝戦に、進み、 4大大会のシングルスでも全仏オープン以外の3大会で4回戦に勝ち残るなど今なおイスラエル最大の男子テニス選手として高い評価を得ている。マンスドルフの少年時代イスラエルにはテニスコートの数が非常に少なくテルアビブにイスラエルテニスセンターが設立されたのは1976年のことであった。18歳を迎えた青年男子には イスラエル国防軍への兵役義務があり、彼も1983年10月に国防軍に入隊した。こうした厳しい環境について、本人も15歳から21歳までの最も重要な時期に練習ができなかった。アメリカでコーチを受けられたらもっと良い選手になれただろうにと話したという。国防軍の兵役期間中は練習ができなかったとはいえ、限られた自由の中で、 男子ツアー株大会を回ることが許された。1984年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップのイスラエル代表選手に選ばれ、1985年の全米オープンで4大大会に初出場する。1985年10月、マンスドルフは故郷のテルアビブ大会で初の男子ツアー大会決勝に進み、ブラッド・ギルバートに敗れて準優勝になった。 ギルバートとマンスドルフは、その後の男子ツアー経歴でも対戦機会が多かった。マンスドルフは1986年にさらなる躍進を見せ、ウィンブルドンと全米オープンで初の3回戦に進出した後、11月の南アフリカヨハネスブルグ大会でツアー初優勝を遂げた。1987年11月16日付で、彼は世界ランキングの自己最高位。 18位をマークした。これは今なお、イスラエルの男子テニス選手によるシングルス最高位記録として残っている。1988年には、男子ツアーで2勝を挙げ、プロテニス選手の出場が認められたソウル五輪にも、イスラエル代表選手として出場した。オリンピックでは、男子シングルス3回戦まで進み、アメリカ代表のキムメイヨットに4から6、2から6、 4から6で敗れた。1989年のウィンブルドンでアモス・マンスドルフはイスラエル人男子選手として初の4回戦進出を成し遂げた。この4回戦ではステファン・エドベリに道を阻まれ4から6、3から6、2から6のストレート負けに終わった。1990年には全米オープンでイスラエル男子初の4回戦進出を果たし、 アーロン・クリックステインに3から6、4から6、4から6で敗れた。1992年の全豪オープンで彼は4大大会シングルスの自己最高成績を出した。イスラエル人男子選手による全豪オープンのベスト8は11年前の1981年にシュロモグ・リックスタインが記録したことがある。マンスドルフは グリックスタインに続く二人目の前後八強入りを決めたが当時最盛期を迎えていた第2シードのジムクーリエに3から6、2から6、2から6で完敗しベスト4に入りはならなかった。四大大会のうち全仏オープンだけは4回戦に進めず1990年の3回戦が自己最高成績だった。1993年7月マンスドルフは アメリカ・ワシントン DC 大会の決勝で、トット・マーティンを7から6、7から5で破り、ここで現役最後の優勝を挙げた。彼は、慢性疲労症候群を患い、十分な練習ができなくなったことにより、1994年に29歳で、プロテニス生活から引退した。最後の年は、ウィンブルドンで、ゴランイワニセビッチと三回戦を戦い、十月のテルアビブ大会で、 ウェイン・フェレーラと最後のツアー決勝戦をしている。現役最後の対戦相手は11月のベルギーオープン2回戦で敗れたセバスチャン・ラルーであった。引退後はイスラエルテニス協会で更新の育成に携わり、イスラエルテニスセンターの理事長も務めている。2001年から2004年までマンスドルフはデビスカップでイスラエルチームのキャプテンを務めた。ありがとうございます。